カズレーザーのただものではなさすぎる伝説重戦1。大学時代10対10の合コンに参加した時の名言。俺からしたら1対19だからね。2。バンダイの就職説明会で服装自由と書いてあったため、金髪に全身赤色の服で出席した。その結果当時の2チャンネル就職版で、それシャーじゃねえとさらされた。3。事故物件に住んでいて、畳になくなった方の跡がついているまま生活していた。4。安藤夏が芸人を辞めるか悩んでいる時、体重130キロの女性を相方として探していたといいコンビを結成した。をバイセクシャルだと隠して付き合ってた彼女に白田優の DVD を買ったことでバイだとバレた。6。カズレーザーは冬は男が好き、夏は女が好き。7。大学時代に目立ちすぎて赤い人の前に集合と待ち合わせ場所にされた。8。妹と会う時だけは恥ずかしがられるので黒い服を着ている。9。外に干している洗濯物が全て赤色なので家バレした。10。とにかく働きたくないという理由で銀行の内定を辞退し芸人になった。